食堂です。本日は私が使ってますカロスですね。 GPS ウォッチカロスの使い方というか、インターバルトレーニングとかやる時の設定方法なんかをちょっと動画にしたいなと思います。ついにこの動画を出す時が来ました。まあネタ切れしてるんですけど、意外と皆さん気になる方、 GPS ウォッチ初めて買う人とか、 GPS 使ったことない方だったり、あとは最近はですね、市民ランナーの方も陸上競技場で練習することがまあ多くなってるのかなと思うんですけど、まあ陸上競技場で使うとき、こういった GPS ウォッチ使ったときに皆さん思ったことないですか？競技場で走る距離と GPS の自動ラップ全然合わねえと。まあそんなときにどうするかというところあたりもですね、気になる方多いかなと思うので動画にします。あとね、完全にネタ切れではあるので、ぜひ皆さんのコメントでネタ提供ください。なんかおすすめの話題だったり、ホットな話題だったり、なんかそういうのがあったらください。はい、ということでですね、まあ GPS ウォッチ持ってる方は多いのかなと思います。ただ陸上競技場とかですね、あとは例えば300メートルの周回コースで1キロやるとか、1キロのインターバルやるってなった時に、あらかじめこう周回の距離が決まってるところだと、まあ自動ラップと実際の周回の距離、実際の距離っていうのがずれてることがあったりするんですよね。まあそんな時に自動ラップつけたまんま周回の距離でもまたラップを押したい、周回で正しい距離でラップを測りたいってなった時にずれてしまうということがあると。例えばですね、これが今普通に開始しますよ。はい、これ GPS が今起動してるんですけど、この GPS に対してまあラップを一回一回取るんですけど、まあ1000メートルのインターバルとかするときはラップを1000メートル行ったらラップ取って、で、まあ、規定のベスト、つなぎの区間に入るじゃないですか。例えば1分とか。そしたら1分後にまた、2本目のインターバルを、疾走区間をスタートさせたいので、押しますと。まあ、これが基本的な使い方になるのかなと思うんですけど、まあ、これがですね、自動ラップをつけっぱになってると、1キロで勝手にラップが止まるんですよね。そしたら今度は、ちょっとね、競技場とかは、衛星の関係、GPS の衛星の関係なのかわかんないですけど、結構距離が短く、GPS は距離を短く捉えてしまうので、1000メートル終わる前に自動ラップが鳴ってしまうんですよね。で、自動ラップ鳴って、その後に、もう一回自分でラップを押すと、なんて言うんだろう、この、正確なラップ時間がわかりづらいというところがあるのかなと思います。まあ、なので、あらかじめ距離がわかっているところで、インターバルトレーニングをやる際は、自動ラップを切った方がいいのかなと思います。というよりね、僕は切ってますし、多分ほとんどの競技場を使ってる方だと切ってることが多いかなと思います。自動ラップ切っておけば、勝手に GPS で捉えた1キロとかで勝手に自動ラップが刻まれないので、自分がラップで確認したいところで押せるというのがあるので、自動ラップを切っておくことがおすすめですね。で、自動ラップの切り方は簡単で、まあまず右ボタンを押します。まあ普通通りランニングのモードに入るんですけど、ここで開始を押すと、まあ GPS と、なんだっけ、心拍を測ってくれてスタートしますよっていうことをお知らせするんですけど、このまま入ってしまうとまた自動ラップがつきっぱになってるということで、自動ラップをオフにしないといけませんと。なので自動ラップをオフにするためには、このメニューを下にくるくるっとやって設定というところに来ます。で、この設定を押していただくと、運動アラート、オートポーズとあるんですけど、このオートポーズに関してはちょっと今回触れません。自動ラップを切り方だけを、お伝えできればなと思うので、自動ラップの切り方はこの運動アラートに行って、運動アラートもう一回押すと、オンオフにするかっていうモードと編集というモードが出てくるんですけど、まあ、このオンオフっていうのがオフにすれば、これオフになってるんですけど、この状態だと自動ラップが切れてる状態になります。なのでトレーニング、陸上競技場とかでトレーニングする方で、自動ラップで勝手にラップが刻まれると測りたい距離が分かりづらいという時には、自動ラップをオフにしてあげるというのが大事になってくるかなと思います。まあそのどっちを基準にして練習やるかっていうのは人それぞれになるかなと思うんですけど、まあ、基本的には陸上競技場は2周半400メートルのトラックなので、2周半やると1000メートルになるので、そっちの距離の方が正確なのかなと思うので、まあ、その際はですね、こう自動ラップは切っておいてあげた方が、トレーニングの正確な距離がわかるというところですね。これ自動ラップ切っておかないと、トラックで2周半で1000メートルなんですけど、これを繰り返すインターバルトレーニングやろうとした時に、だいたい1000メートル2周半走ると1050メートルぐらいになるんですよね。
ってことは2周半終わる前の50メートル手前で一回自動ラップでラップが刻まれてしまうというところで、非常にこうラップが見づらくなるので、競技場で練習する際は切っておいた方がいいのかなと思います。ちなみにこの編集っていうモードですね、これ編集っていうモードを触るとこういった形で何キロごとに自動ラップを刻んでくれるかっていうのが出てきます。初期設定では1キロになってるんですけど、これ何百メートルっていう単位でも設定ができるので、この辺の設定はあんまり僕は使ったことないですけど、自動ラップで何キロごとに、例えば2キロごととかで自動ラップ取りたいってなった時はこれ2キロに設定してあげるとかいう形ですかね。僕は基本的にはこれは1キロ自動ラップが好みです。そんな感じですね。あとはですね、この自動ラップとはまたちょっと違ってはくるんですけど、このインターバルっていうモードがあるんですよね。これ意外と使ってる方少ないかなと思うんですけど、これはですね、例えば400メートル10本を、河川敷とかでやりたいよっていう方はですね、なんていうんだ、400メートル大体どの辺かわかんないじゃないですか。どこまで行ったら400メートルかっていうのが河川敷とかだとわかりづらいんですけど、それをこう GPS で、カロスの GPS で距離を捉えてくれて、400メートル行ったところで勝手に自動ラップを取ってくれますと。で、レストの距離も設定ができるので、例えば400メートルをランで一回行きます。そしたら休憩は200メートルしか取りたくないですよとなった時に、カロスの自動ラップで400メートルで一回ラップなって、で次200メートル行ったところでまた自動ラップがなって、それをこのリピートってところがあるんですけど、何回繰り返しますかっていうものを設定することができます。今のこの設定で言うと、ランが 0.4 キロとなっているので、400メートルランニング、疾走の区間があります。で、休憩。これ休憩も 0.4 にしているので、同じく400メートルで1回自動ラップがなりますと。はい。これで1セットで、じゃあそれを何回リピートしますかと。で、今の設定だと ×10 なので、この設定だと 0.4 キロ疾走区間あって、休憩を 0.4 キロ取ってくれて、それを10回リピートしますよと、10セットになりますよというような設定になっております。この状態でトレーニング開始をすれば、自動ラップ勝手に、こういう形で映るんですよね。この走れば走るほどこの 0.4 っていう部分が減っていくんですよ。距離が、こう距離を減算していくっていうのかな。あと何メートルあるかっていうのがここでわかります。で、これが大体のペースがここに出ます。で、これが今何秒走ったかっていうのが出ます。普段のモードは1個下げれば普段のモードにもなるので、こっちのモードで見てあげてもいいのかなと思います。はい。ということでですね、こういったモード、競技場とかになってくれば、もう本当に多分その競技場の距離、1周400メートルっていうのが正義だと思うんで、基本的にはこういったモードは使わなくてもいいのかなと思うんですけど、河川敷でトレーニングやられる際はランモードの下にあるインターバルっていうところを押していただいて、この辺をいじっていただいて、そのモードでトレーニングをしていただくと非常に効率よくトレーニングできるのかなと思います。ちょっと最後にいじってみようかなと思うんですけど、じゃあ例えばランニングを距離を 0.5 にしますと、距離を 0.5 と、はい、距離 0.5 とで、休憩は距離じゃなくて時間にしたいと。その時はこの距離じゃなくてこの上の時間という方にします。で、時間は1分取ります。1分後に、疾走区間に入りたいよってなった時はこういう形にします。リピート回数せっかくなんで12回にしましょうか。はい。12セットやりたいとなった時はこういった形で設定します。設定してあげた練習内容としては、ランニング、疾走を500メートル走りますと。500メートル走った後は1分の休憩が入りますと。1分後にまた勝手に自動ラップが更新されて、自動ラップが鳴って、こっちのランモードに入りますと。そういった設定です。で、これを何回繰り返しますかっていう状態なんですけど、これを12セット繰り返しますというようなトレーニングのメニューになっております。この状態でトレーニング開始をしてあげれば、500メートル、インターバル、レスト1分、それを12セットっていうような練習ができるわけですね。ちょっとカロスに関してはいろいろ本当に使える内容あるんで、またなんか気づいた内容というか素朴な、皆さんへの豆知識みたいなの気づきがあればまた動画にしていきたいなと思います。ということで今日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。